皆さん、どうもこんにちは、ワンタン鉄道です。本日はぐったり白も、ゆったり、薬もに投入される新型車両、273系が、ついに、発表されたので、紹介したいと思います。この動画では、最初に273系のデザイン、次に内装、機器類、そして、最後に、今後の計画の順に、説明していきます。それでは本編へ。まあとりあえず273系新型ヤクモの実際の車両を見てみましょう。まず、去年の10月に発表されたデザイン案がこちらです。まあ、正直言って普通にかっこいいぐらいですね。それでは実車を見てみましょう。こちらです。なんかめっちゃかっこいいんだけど。いやー、思ってたよりだいぶかっこいいですね。なんというかデザイン案に比べてブロンズと白が濃くなってる感じがします。では各所紹介していきます。まずブロンズの塗装については、自然に映える色をコンセプトとしてヤクモブロンズというオリジナルの色となっています。またこの色の特徴としては、車体を見る角度によって若干見え方が異なってくるというのがあります。次にこのマークですが、まあ見るからに神々チックなマークになっています。なんかありがたい感じがしますね。これに向かって拝みたいぐらいです。キスすぎる発想やめろや。あと、一番びっくりしたのがこの行き先表示器です。一見、何の変哲もない、ただの LCD に見えますが、なんとこれ、歴代のヘッドマークを表示できるんです。これはかなり嬉しいですね。では次に内装を見ていきましょう。まず普通車からです。座席はこんな感じで、普通車としてはとても豪華な雰囲気がしますね。座席には可動式枕とコンセントも設置されています。さらにシートピッチもかなり広くなっているようで、国内の在来線特急普通車の中では最大級らしいです。まあ381系、ヤクモも元ボッタ、クリグリーン車を改造した車両もあるからそこまでグリーン車です。特に言うことがないので説明放棄します。最後に273系の目玉でもあるセミコンパートメントを見てみましょう。いやーすごいっすね。ウエストエクスプレス銀河のファーストシートのような形をしていますが、なんとこれ、普通車指定席と同じ値段で乗れるんです。これはすごすぎますね。それにしてもやはり273系には何か一つ足りない気がします。あ、思い出した。ボッチ席だ。ボッチは黙ってろ。お次は車体の機器類を見ていきます。273系はどっからどう見ても271系にしか見えませんが、一応振り子装置を搭載しています。この振り子装置が実はかなりすごく、車上型の制御付け自然振り子方式というものを取り入れています。この装置はざっくり言うと、車両側が検知するカーブと走行位置のデータを組み合わせてちょうど良いタイミングで車体を傾けるシステムです。よくわかりませんが、どうやらこれにより乗り物酔いを 23% 軽減できるそうです。これでぐったり、白もとかゆっくり、ヤクモのような不名誉なあだ名が挽回されるといいのですが、長島スパーランド、富士急ハイランドに続く日本三大アトラクションが消えてしまうと思うと少し寂しいです。他にはモーターを分散させる 0.5M 方式が取り入れられており、これも乗り心地改善につながるそうです。では、最後に今後の計画について紹介します。273系は来年の春から運行が開始され、4両編成が11本増備されるとされています。ただ、現在のヤクモは、と休日などに頻繁に増結するほか、273系は381系に比べて定員が減少しているため、4連11本だけではまずさばけないと思います。多分しばらくは381系を波動用として残しておき、列車の利用状況に合わせて追加増備をしていくと推測されます。てか、お隣の JR 東海は381系の合計の383系の置き換えを発表してるんだけ、どこの差なんなん。あと言い忘れてましたが、もちろん、Wi-Fi は完備しているそうです。と、まあこんなところで動画を締めたいと思います。ぜひ皆さんも一度、ジェットコースターに足を運んでみてはいかがでしょうか。よかったら、チャンネル登録お願いします。